どうも、アッキーです。今回もですね、ニートから億万長者にやるっていう、もう壮大な実験をしていくわけなんですけども、今回はですね、まあ前回ですね、頑張るたびに頑張らない日を作るっていうこともお伝えしたと思うんですけど、まあ要は、その、毎日頑張ってたら息苦しくなってくるから、まあ、息抜きも必要だよっていうことなんですけど、まあ、こうやって言い換えれば、ご褒美が必要っていうわけなんですよね。ご褒美って、まあ、なんか悪い印象とかあると思うんですけど、そのインセンティブを上げすぎると、インセンティブがなければ何も行動しないみたいな。なんですけど、別の考え方もあって、そのインセンティブを上げることによって、習慣化されて、どんどんやらなければ、なんか、済まない体になっていくっていう、考え方もあって、でもその慣れるまではどうしても意志力を使ってやらなきゃダメじゃないですか、習慣化するまでは。なのでその習慣化するまでの間、そのできたらご褒美をあげる、自分にご褒美をあげたいだっていうのはとても有効的だと思うので、ぜひですね、そのなんていうんですか、自分にいい行動を積み重ねることができたら、例えばお菓子一口食べてもいいとか、漫画一冊買ってもいいとか、まあ、ちょっとだけ漫画読んでもいいみたいな、アニメ一話だけ見てもいいみたいな、小さな、その、喜びといいますか、幸せを一つずつ積み重ねていけば、なんていうんですか、幸せと、その自分のやるべきこと、自分に、自分が成長できる行動を、同時にすることができると思うので、ぜひ皆さんも試してみてほしいなっていうふうに思います。今日もありがとうございます。